アクトレイザールネッサンス。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今回からアクトレイザーのリメイクになるのかな。いつの間にか出てたんでね、全然前情報とか知らないんですけど、なんかたまたまなんか記事見てたらアクトレイザーのリメイク版が発売されましたみたいなのが見て、え、マジでっていう感じなんですけど、いや、アクトレイザーはね、やったね、面白かったね。そこまでね、もう詳細な記憶はないんですけど、まあ、かなり神ゲーだった、記憶はあるんで、まあ、それのリメイク版ということで今回やっていきます。ニューゲームミュージックオプション、ニューゲームでいいでしょう。でアクションパートとなんか街を発展させるパートがあって、まあ、時間的にどうだろうな、プレイヤー名前決めるんだっけ。では名前はいつも通りミカミックス、今回は英語でミカミックスでよろしいですか。はい、あ、これ難易度選べるんだ。アクションパートライフ数維持無限とかある。まあノーマルでいいでしょう。とりあえず最初はノーマルでいこう。あ、難易度は変えられるんだ、いつでも。天使お目覚めになられましたか。僕は力を失ったミカミックス様のお手伝いをさせていただく天使。今や地上は魔物だけがはびこる荒廃した土地。力を封じ込めた魔王サタンの仕業。元の力を取り戻すには信仰心が必要。人間を住まわせる土地を作るため地上へ魔物と戦いに赴きましょう。この地が発展すればきっとより良い力を得ることができる。人が住めるようにまずは魔物退治をするというところですね。魔王に支配されたと地上。地上には魔王の配下の魔物が生息していて、人間たちが生きている状態ではありません。その昔豊かな森で人間たちを育んできた地フィルモア、まずはこの土地を奪還しましょうと。おお、すげえ。いや、あったね、ブラッドプールとかあったね。このなんか赤い、なんとなく覚えてる。いや、もうこっちの方は全然わかんないな。まあ、とりあえず最初はフィルモア。ここの魔物を倒せば地上で人間が生活を始める。準備はいいですか。フィルモアのアクト1に挑戦します。そう、最初地上を奪還して発展させて、また最後戦闘に赴くんだよね。アクト2、そうそうそう、そういう感じ。いや、この演出とかめちゃくちゃ懐かしいんだけど。ちょっと待って、剣を振るとか、ジャンプ、剣を振るくらいだよね、最初のアクションは。おお、おお、リアルだ。そう、音楽もね、めっちゃいいんだよね。どれで攻撃するんだ、これか。あ、なんかある。これ何、これ、回復アイテムか。これは、なんだなんだ、調べるオプション。ちょっと敵が出てきた。お、ダメージがあるね。攻撃3回連続攻撃を行う。切り抜け攻撃が発生します。切り抜け中は無敵になります。へえ、あ、なるほど、これね。はい、ちょっと待って、あ、横に切るのか縦に切るのかと思ったら、あ、これで縦に切るんだ。下、ちょっと見ていこう。ジャンプ、そうだね、それは知ってる。これ下とか落ちたら死ぬ。わからん。こいつはなんかすげえ動きが単純だな。特にこっちめがけて走ってくるわけでもなく、待て、上になんかあって、二段ジャンプとかはなんかできないんだよな。リンゴ、あ、ちょっと待って、
壊すだけ壊してしまった。ダメージを受けるとヒットポイントが減少、ゼロになるとライフが1減少、チェックポイントから再開、天空城まで戻されます。おお、危ね危ね危ね、まあ、最初はこんなもんでしょ。あれなくなってないかな、なくなってるっぽくね、消えたよね多分消えた。これ上まで連れてってくれるの、そんなすごいものではない、一方通行だ。これさっき調べたか。でまた調べる。テクニカルな攻撃を行います。方向キー同時押し、切り上げ、ジャンプ中叩き切り、これか切り上げ。見て31、ちょっと待ってめっちゃ食らうんだけど、地道にやっていこう。いて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 、結構この虫みてえなの意外にやるっていうか、こいつ意外にやるな。一人と半分以上減ってんだけど、上から下倒した、だからって感じだけど、あ倒さないと開かなかったのか。バックステップって書いてある右に。おすげえ、これ上いける？いけねえわ。で変な像がある。チェックポイントは更新、死亡後にリトライするとリスタートできます。オートセーブが行われます。ヒットポイント回復、これ全回復するのかな、違う100しか回復しない。何1回しかできないか、そりゃそうか。ほら、正面にいると、ああ見えなかった、虫意外に厄介かと、ね、飛びかかってくるやつ。こいつリンゴは50回復、結構至るところになんかいろいろあってか、マジックパワーって何に使うの、マジックパワーなんてあったっけ。しゃがんだ状態自動的に防御耐性、すごいね。バックステップ、なるほど、少し操作感が増えてるね。これなんか落ちたら死にそう。ダッシュみたいなのはないのかな。下攻撃、ちょ行き過ぎた。あれこいつなんだっけ、大した大したあれではないけど、ちょっと待って、あいつの手はカリン、結構至る所にアイテムが起こってんな。これ上にいて、あれこっち、あしまった、こいつ乗らないといけなくね、聖水みたいな。マジックパワーか、マジックパワー今のところ使い道がわからんからな。いって、いや結構長いな。さてボスか、かっこいい、強そう普通に。試練のマキシ先導、いやてか待って待って、敵のヒットポイントも見えるのは嬉しいけど、どうなってる、これ危険だな、後ろを取ればなんてことはない。隙だらけだな、なるほど。おーおお、来た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 、なんかこの時防御するのもありかもしれない、まあ、ここに乗って多分上に行って後ろを取れってことだな。来た、無駄だ、切る、なんか強
機みたいなのないのかな。そんな頻繁にめちゃくちゃ来るわけじゃないから、間合いさえ取ればなんとかなるな。終わりだ。それが貴様の最後の行動だ。ステージクリア。第一関門突破。まあ、このままマッチパートもやっていきましょう。街づくりもね、なかなか画期的だったからね、当時は。もう全然覚えてないけどね、どうやってやったらいいのか。フィルモア、人が生まれた。2人、このフィルモアもようやく人の住める土地になった。油断は禁物。人間というのはとにかく弱い生き物。地上にはびこる魔物から人々の生活を守ってあげましょう。そう、まだね、魔物はいるんだよね。湧いてくるんだよ、魔物が。狼よ、我らはあなたより与えられた土地フィルモアで生きていくことにいたします。この広い土地でどのように生活を住処を発展させていくべきなのか、偉大なる神よ、どうか力なき我らをお導きください。町をどのように発展させればいいか指示を仰いでいる。ここは可愛い人間たちを導いてあげよう。早速人間たちを導いて、導き方向を示し町の発展の道筋を伝える。人間を導くには三角、導きたい方向のマスへ天使を移動させる。1回の導きで最大8マス、目的地まで移動させて丸で導くルートが決定。今回は北西のあたりまで道を引いてみる。で、どこまで行く？ここまで行く？どうにもできない。人口が増えてから、なるほど。じゃあここでいいや。で、敵がね、出てくるんだよね。お、人が増えてる。人口2なのに。あ、なんか右上にあるね、2分の2。ああ、神よ、お導きに感謝いたします。これからも我々はあなたの指し示す方向へ進み続ける。従順だ。方角すら決められないなんて実に情けない気も。人間たちはささやかな町を作り始めた。この調子で人間たちに方向を指し示してあげてくださいね。地上に点在している大きな穴、魔物の巣。魔物の巣からは今後たびたび魔物どもが現れ、上空から人間たちの生活を脅かす。嫌で退治してあげる。ご指示をお願いします。お前も結局指示受けなきゃいけないのかよ。まあいいだろう、やってやろう。天使の攻撃、方向キーで移動させて、四角で攻撃、長押し3本チャージショット、行動不能、ヒットポイント0になると行動できません。ほら、でどっちへ行くって話なんだよね。結局こっち行けねえし、全然行けないじゃん。こっち両方行けねえ。じゃあどうすんの。ちょっと待って、導きが今どうなってんのこれ。こっちはだって無理でしょ。まだ人口が増えてからって言ってるから、これ行け。フィルムは樹木が多く開拓が思うように進まない。道を伸ばす術はないのでしょうか。根を張っている木々、自然には立ち向かえません。奇跡の力、奇
奇跡、人知を超えた力で人間の発展をサポートすることができます。 R1 使用したいものにカーソルを合わせて奇跡を選択してください。天使を移動させて丸でやる。レベルを選択できます。高レベル SP 消費量が多くなる。あれ俺 SP ってどんくらいあんの今。雷が持ってこい。町を建設中で雷どれ、あこれか、ここ、あなるほど。あれこれ何、これ敵じゃねえか、いつの間にか。でこうでしょ、ちょっと待って、こうでこう。 SP が少ない、敵を倒さないと SP が回復しないんだ。あなたの大いなる力を目撃いたしました。木々は神の雷によって焼き払われ、我らの行く手を遮るものはありません。奇跡に感謝いたします。せっかくできた町を燃やし尽くしちゃったりはしませんよねって、なんかすげえフラグだな。彼らの行動を見てみることにしましょうか。で、まあ、一応行けるんだから、まあ、行けるところまで、まあ、周りを発展させよう、教会の周りを。あ、敵がいる。ちょっと待って待って待って、これ縦横無尽だからさ、なかなかあれが難しいんだけど。街を建設中、ほら行け。で SP が回復したから結構忙しいな、割とポンポン出てくんな。ちょっと待って、なんか言ってきた。魔物がハイマーリュー、我々を呼び出しています。神の加護のもと、この地を、なんていうのこれ、家族を増やして住処を広げてきた。知恵を絞り、魔物の脅威へと立ち向かうべき。おお、いいだろう。物は試しですとか。人は物じゃねえんだぞ。それを分からせてやる。北西の魔物の巣、あまり強くない。じゃあ行け。はや、まがまがしい弾を見出しました。発言機、どうやって壊すの、突入すんの。ちょっと待って、いってひどい。あれこれ敵、あな鳥か、ただの。行こう、魔物の巣に突入しますか。そんなんあったっけ。いやこれは新しい要素だな。戦闘になるのか、そこがちょっとわからない。おお、アクションパートが増えている。こんなにさ複雑だったんだ。あ、発言機が出てきた。早いね。こっちはいけんの、いけない。待って、よく見たらさ時間があるんだけど。ちょっと結構さゴリ押ししてるけどさ、ゴリ押ししていこう。得意技ゴリ押しだから、この神は。なるほどね、これは新要素だね。まあそんなに長くないけど、ちょっとしたボス戦みたいな感じかな。まあ、今最初だからこれだけで終わるかもしれないけど、後の方になるともうちょっと難しいのが出てくるかもしれない。奇跡によって永久に封じられました。なぜわかるんだ。魔物の巣を封じた。さてじゃあちょっと木を燃やしていくか。
これレベル2。お、いいじゃん。いけサンダーで、とりあえずここに1回行って、これさ、魔物がいなくなったらさ、マジックパー回復できなくね。てか魔物がいなくなったらそもそもあれは終わりだからね、この土地のパートは。ここら辺って全部いけんのか。一人の男が倒れてるのを見つけた。ヒロトス、不思議なことを語りました。かつてこの地を治めていた領主で、何百年もこの地に封印されていた。いやいや、なかなかごついやつだな。いやいや、斧もごついな。ピシッと注意してやる。この子供は天使。それは悪かった。なかなか素直じゃないか。力には自信がある。お、なんかいるね。さて、じゃあちょっとどこまで行ける。こっちはまだ行けない。こう行ってこう行ってこう行って、ここをちょっと封印したいよな。ようやくマジックパワー10。雷、ここか。この木は特に障壁にはならないかな。なんかあるよ。 SP5。 痛い。てか俺のヒットポイント、これどうやって回復するの。消えよ。マジックパワーはなんとかなってるけど、あ、なんか出てきた。これでヒットポイントは回復する装置が出てくるのかな。こっちこっちで雷落とす。で、今のうちに溜めておいて、出てきたら撃つ。下のやつ、あ、こっから出てきてんのか。左の方もこれ穴あるよね。タイミング的にはところ変なんです。頭に浮かんだ出来事がそのまま現実となる。ある恐ろしい光景が浮かんだ。辺りを埋め尽くすほどの魔物の群れ、この神殿に教えてくる。我々はどうしたらいいんだ。全然覚えがない。巣の封印によって魔物どもは怒っている様子。あの人間の余地もあながち間違ってないかもしれない。今こそ俺の出番じゃないか。魔物の襲来には耐えられない。砦の建設技術ゲット。弓。砦は魔物から街を守る建物。工場が生産する資材を集める。土地の開拓が進めば工場も自然と増える。資材はこの僕を集めます。敵、ここまずだから封印したいよね。え、無理か。じゃあしょうがない。この中できた。砦を建築するための資材。襲撃されたとき強い味方になってくれます。 L1 砦ポイント。代わりに施設は破壊されてしまいます。なるほど。門の砦、道の上に配置できる砦、高い防御力、侵入を防ぎます。弓の砦、道以外の場所に建築できます。遠距離攻撃を行います。門の砦をやってみましょう。これで選んで砦の建築、移築撤去、これか。必要して30。ここ
我らの町を守る砦がついに建設されました。ヒロトスに感謝します。あ、なんかできてるっぽくない？小さな困りごとをいろいろ抱え込んでいる。気が向いたとき話を聞いてあげてもいいんじゃないでしょうか。いや、なんかできてるとか、ただ家だった。待って、変なやつがいる。じゃあ俺のヒット目とかまずい。回復してくれ。この街も随分大きくなってきた。住民同士が争いの果てに憎い相手の家に火を放ってしまいました。恵みの雨、火事、愚かな人間のために、まあ、やってやるか。雨、はい、よし、ちょっと50回復した。慈愛の雨、ありがとうございました。自分で立ちで火事を起こしておいて助けを求める。その愚かなところが人間の可愛いところ。愚かな人間たち、経験の書。フィロトスの経験を積むことができる書。信頼度100。経験の書を手に入れた。経験の書はフィロトスなど味方ユニットの能力を高めることができる特別なアイテム。経験の書をアイテム画面で使用することでユニットのレベル上がり、各ステータスがアップする。だいぶなんかいろいろ要素が増えてるね。どんどん使っていきましょう。どうやって使うんだっけ。これだって奇跡でしょ。わかんねえ。これ砦でしょ。拡大した砦を完成させました。どうか我らにご加護。この俺がいる。魔物の群れが来ている。ちょ待って、クエスト。戦いの時襲撃を乗り切る。報酬。え、ちょっと待って、経験の書を使う。ここ使っていいでしょ。だって別にレベルアップ、レベル2。へえー、すごい。よし、行こう。魔軍の侵攻。サタンより使わされた魔物の群れがこの町に近づいている。フィルモで暮らす人間たちは自らこの地を守らなくてはならない。彼らには神がついている。神の力を見せてやる。魔物との戦い。町に侵攻してくる魔物、砦、味方ユニット、奇跡を駆使して撃退する。さまざまな方向から神殿を侵攻してくる。魔物が神殿に到達すると耐久力が減り、耐久力がゼロになるとゲームオーバー。砦は自動的に近くの敵を攻撃し、味方ユニットを魔物のいる場所に導いたり、奇跡を使うことで魔物を倒すこともできる。結構忙しいな。僕の意味は届きません。ミロトスや奇跡の力を使って人間たちの手助けをする。ちょっと待って、分かんないんだけど。魔物の軍勢が北の方向から攻めてきた。進行を抑えられるか見込む。え、雷でるだって。魔物にダメージ。太陽もそうか。 SP 不足。そもそもレベルが低いから使えないよね。今どういう状況？あ、来たよ。防衛策。所詮は人間、たくさんの魔物に攻められればあっさり倒されてしまう。魔物たちは砦を通過して神殿に到達してしまう。防衛策を使うことで一時的に進行を止めることができる。防衛策、なるほど。道に置くんだね。攻撃はできず、魔物の攻撃により破壊されると消えるため注意が必要。戦いの時にも生産される。はいはいはい。ちょっと待って、もう雷でいいでしょ。くらえサンダー。防衛策。あ、こうやって取んの。あ、敵がいる。1.9 っていうな、これ。え、
何何何、どういうこと？こいつをここに移動させる。いけ、フィロトス。おい、ちょ待って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 、場所が違う。連発できないんだな。くらえ、いけ。いや待って待って待って、どこで戦ってる。お、後ろ背後を取ったのか。てか俺もうマジックパーがないんですけど。1対3。いや、また来た。東の方角、フィロトスを向かせてみたらどうでしょうか。いや、そのことない。結構今フィロトス忙しいんだよ。ゼロになると戦闘不能。時間経過により人々は自動回復しますと。いや、今ちょっと3人相手にね、頑張ってるからね。おお、強い。やるじゃないか。じゃあお前はその感じでこっちへ行ってくれ。攻撃されている。俺 SP がないんだよ。ちょっと、あ、でも一応戦ってはくれてるんだ。あの町の住人も耐久度 93%。 北から魔物が退去している。取り入れただけでは持ちこたえられそうにない。いやいやいや、もう奇跡ないよ。効果を確認できる。あ、そうなんだ。下はダメってことね。建物は破壊されません。一度奇跡を使うと一定時間使用できない。なるほど。さっき出てた 1.9 って 1.9 秒かな。いや、それはいいんだけど、これもうマジックパーないっす。あ、ヒットポイントの回復。いや、さく、あ、あったあった。 SP5。 俺の SP。 フィロトスはもう大丈夫か。ここに向かわせてみる。ちょっと減ってるね、神殿。なんで、いいかよ、フィロトス。すげえリンゴ。いや、マジでこいつ圧倒的な強さを誇っている。倒した。撃退成功。おお、英雄だ。お前はマジで、お前の戦いぶりは素晴らしかった。マジで素晴らしかった。悪い気はしない。ご加護に感謝を述べるのが先。そうだね、めちゃくちゃ強かったな。経験を積むことができる。進行度ちょっとしか分かんなかったっていう感じか。というところで、じゃあちょっといい時間なので、街の発展の途中ですけれども、まあ、かなり追加要素が増えてて、これは嬉しい限りですね。しかも普通に面白いしっていう、まあ、そんな感じで、今回からアクトレイザーのなんだっけ、なんとかバージョンみたいなのちょっとやっていこうと思います。よろしければこの先もご視聴ください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。